ごい。皆さん毎度です、マッドです。これいいですね、アフコの、レインウェアですね。はい、本日なんですけども、ビアコープンの第2戦にですね参戦してまいりました。ビアコープンなんですけども、年間ですね4戦が予定されておりまして、前半と後半という感じでですね、この5月の26日が終わりますと、次は9月の29日まで4ヶ月空きますということで、この第2戦ですね、5月26日、本日ですね、前回私はゼロでしたんで年間もクソもないんですけども、まずはですね、3連戦の1戦目ということで、準備をしております。スタートは7時半でですね、隣のマリーナのフレンズさんからエントリーということでですね、これはですね、そうですね、6時45分ぐらいですかねに出撃となりましたので、普段よりかはちょっと遅めになります。天候はですね、ご覧の通り快晴なんですけども、前日の土曜日もですね結構風が吹いたということでですね、どれだけ風が吹くかというのがちょっとわからないかなという感じでした。というのが天気予報でですね、風向きとか言っててもですね結構わからないんですね、琵琶湖に出てみないと。はい、あちらがフレンズさんですね、我がマリーナの隣になります。私は近いのでいつもここからですねエントリーというか出撃をさせていただいております。はい、レンタルボートとかの邪魔にならないようにですね、桟橋につけてですねエントリーしようと思います。お、いましたね、はい、2連勝の彼ですね。2連勝の彼なんですけども、ネタバレですが本日なんと3連勝という快挙を成し遂げておられます。はい、到着しました、桟橋の方に。でこちらにですねつけさせていただきましてですね、ささっとこうエントリーをしてですね、桟橋を離脱しようと思っておりました。はい、こんな感じで前に比べてすごいいい桟橋になってますね。エントリーに行ってきます。はい、エントリーに行きまして、はい、早々に離脱しようと思いまして今桟橋を離れております。やっぱり邪魔になってはいけませんからね。すると今度はまた暑くなってきまして、お、福美さんがいらっしゃいましたね。いや、実はですねエントリーした時にですね、そうなんです、あれマットさんですよねって声をかけられまして、これがですねウォーターハウスというですね京都の城陽市にあるルアーショップなんですね。ここはですね私が古くからちょっとお邪魔してるショップさんでですね、実は私バスボートを買ってですね2001年2002年とですねこのウォーターハウスの大会に出ていたんですね。チャプターもこの年は出ております。2002年なのでもう21年前です。この時のライバルが福見さんだったんですね。これは2002年の3月24日で、私はこれ勝ったと思ったんですけど、なんと上に3人いまして、優勝したのが福見さんということでですね、非常にこの時からしのぎを削ったライバルというか、ライバルというのはおこまわしいんですけど、まあ、そういう感じで古くから の旧敵なわけなんですね。でこのフレンズさんのオーナーがウォーターハウスさんだったんですね。知らなかったんです。うちお店来てくれてましたね、言われて社長ですよね。そうなんです、このウォーターハウスとですねウォーターハウスカップについてはですねもう動画が 2,3 本作れるぐらいネタがあります。やっぱ本職には負けるよ。もうこのいろいろ食べりながら準備をしておりますね。これがまた楽しい時間なんですけど、俺はこれ全然いいと思ってるけどね。
ところが風が吹いてきてですね、またちょっと寒くなりまして、なんでか、もうあと5分ぐらいか、はい、あと5分ぐらいでスタートですね。あと4分、まあ、なんか非常にあ のんびりしたほのぼのとした雰囲気ですね、琵琶湖オープンは。これはやっぱり各マリナから出撃するのでこうなるんでしょうね。はい、あと3分、はい、あと3分ですね。おいもうやる気にさせる音ですよね、あのマーキュリー V8 は。あと1分、はい、あと1分です。スタート、はい、7時半スタートです。帰着はですね13時です。はい、ということで出発します。波はほとんどありません。南に向かってぶっ飛ばします。いいですね。この時ですね、カイステバに行こうか KKR に行こうか迷いましてですね、結局 KKR に行きました。はい、今回ですねメルカリでですね新たに帽子を買いました。アイクの帽子ですね。ネバーギブアップです。今回は一応諦めないというのをテーマにして臨みました。ネバーギブアップです。はい、 KKR の沖でスタートですね。ちょっとまずは観察してます。はい、こちらがKKR の沖なんですが、これがアフコのニュー、レインウェアですね。この前シーヒンさんで買ったやつです。お、ちょっと当たりですね。違いましたね。だいぶエビモとかウィードが生えてきてますね。エンジンで移動しました。ちょっとインサイドに入りました。ミオスジ絡みですね。水の色がちょっと悪かったですね。昔懐かしですね、チビアダーのヘビ弾を撃っております。昔はこれ適当に撃ってるだけで釣れたんですけどね、そんな甘くはないですよね。はい、なんだかんだでやってたらですね1時間半ぐらい、経ってましてですね、これはいかんということで移動することにしました。向かいましたのはですね、迷っておりましたカイステバです。カイステバです。船団になってると聞いてたんですが、やはり船は多かったですね。で、一応空いてるところにですね入ってですねカバースキャットを投げておりますね。ちょっと残念ながら釣っているシーンは見なかったんですけどね、釣れてるんですかね。ということでここもですね1時間ぐらいやった後で、移動という形で見切りました。カイステバはちょっとこう先週釣れてるのを見たんですけどね、私が見る範囲では釣れてなかったですね。はい、次に向かいましたのは
定番ですね、大津港です。通称浜大津ですね。ここは船が多かったですね。一番そうですね、東側っていうんですかね、東側の突堤のところをやっております。ちょっとギルあたりも少なかったかなみたいな。戻ろうということでですね、私にはちょっとこれ厳しいなということで、再度ですね KKR に戻ることにしました。はい、で KKR にですね入りたい場所がですねぽっかり空いてましたんで、入ることにしました。全体的にっていうか、まあこの KKR はちょっと水の色が悪かったですね、まあ、濁ってると言いましょうか。11時半、そうなんです、もうこれで11時半なんですね。帰着を考えたら12時半ぐらいまでしか釣りができないんで、あと1時間ということで、もうこれ移動することにしました。今回はですね、むちゃくちゃ時間が過ぎるのが早かったですね。向かいましたのはですね、そろそろ来てるんじゃないかと思いたい卸しも沖ですね。私のですね、あの持ち場所の穴ですね、あの2年前の5月29日なんですけども、ラスト30分でですねカバースキャットで1本釣った場所ですね。まあ2番煎じというか同じ時期じゃないかということでですね、またこの沖の方の穴にですね出てきてるんじゃないかというふうに思ってやっております。春節をですねいろいろと手を変え品を変えやったんですけどね、もう12時半過ぎております。終わり。はい、終了です。そうなんです、今回ですね本当にもう何もないままあっという間に終わってしまいましたね。びっくりしました。これ時計見たら10時、11時、11時半みたいな感じで、すぐですね時間が過ぎていった感じですね。ということで帰着に向かいます。はい、戻ってまいりました。こっからがですねちょっと時間かかりますんで、早めに戻らないといけません。はい、桟橋の方に、戻ってまいりました。はい、係留させていただきます。はい、船を固定して、帰着申告へ行きます。まずはこの帰着をしたいことにはね、いけませんね。これをこのカードを返す期限が13時となっております。はい、帰着申告終わって参加証をもらいました。で、終わった後隣の方にですねアメリカネタを自慢げに披露してました。ちょっとまたアメリカのネタもやらないといけませんね。はい、ということで表彰式へ向かいます。行ったらですね、もうすでにサイト？サイト？ライブサイト言わ、出た。今風や。ライブサイトで2本釣ってる人がいました。すごいです。今行ったらですね、もう表彰式が始まってました。あららって感じで。はい。
23位ですね、マリナフレンズより1本1900人。あっちまで終わった、ね、はい、ここに、はい、次行きます。またあっちまで終わったとか言ってますね。はい、新木正弘さん、おめでとうございます。5位、3本5770g、国沢浩志さん、おめでとうございます。5位で5770ですね。4位、3本5850g、阿部マダブ様。3位3本6010g、野々口和幸さん。3位で6キロですね。2位3本7170g、川崎亮さん。お、我がマリーナの川崎さんですね。7520g、西堀大さん。お、またかい。またですね、3連勝です。すごいですね。パンパン。おめでとうございます。じゃあ、こちら上。はい、先に、じゃあ、写真撮影の方をさせていただきたいと思いますので。琵琶湖3連勝は私の記憶する限り。何回かって。パンチさん以来じゃないですかね。では、インタビューします。5位、場所であったりとか。まあ、朝は北港、西岸。で、とりあえずね、だけを狙って点々としたいけど、時期の終わりにはなんかあんまりメスがおらんくて、はい、まあまあオス釣ってみたけど、はい、小さかったのでもうそのまま終了っていう。ああ、もう全部北で、北西が。そうですね。4位、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。まあ場所とか言えるはずはとか、まあ、西原さんにあのいろいろ連れて行ってもらって釣らしてもらいました。この方はノンポーターですね。はいはい、バックシートですね。で、BB ウーマのフリーリグと、はい、あとカバースキャットで動かした形です。はい。3位、3本 6010g と南湖の西岸の、はい、ウィードパッチのそばにある入りも、そばにあるエビも、はい、パッチの中とか周りをおろちょろしてて、はい、でエビもに1回止まるみたいなのがよく見た。これはライブスコープで見てたんですかね、肉眼ですかね。ルアーとか日本は、リバウンド後のフリーリグで、はい、絡める感じで結構短い時間ですぐ釣れて、であとはサイコロで1つと、はい、でバラシが坂本の6のノーシンクも1回バイトに行ったって感じで取ったのは、もう脳神経と、ね、あフリーリグとダンジョンと、これやないとあかんというよりもそのタイミングにうまいこと入れれるかと、入ったら食べるって。なるほど、おめでとうございます。2位3本7170g、はい、すいません、ちょっとバッテリーがトラブりまして、消えてしまいました。すいません。お疲れ様でした。これで以上になります。で、またあのおにぎり屋さんもまだいらっしゃいますし、あとまたライフジャケットの募金ですね。で、桟橋あのゆっくり行っていただいて、湾内ゆっくり帰ってあげてください。はい、お疲れ様でした。また9月開催しますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。私は何にも当たらずですね。今回は本当に何にもなかったです。今回は。いや、福見さん1個くれや。ということで、ちょっといただきをやろうかと思ったんですけど、やっぱりもらえませんでした。何もない。バッテリー当たるか思ったけど、あかんかった。赤色も当たらんかった。めっちゃ荒れてるやん。景品もバスも何にも当たらなかったですね、今回。いやー、今回はもう何にもなかったですね。しかもまたこれ結構荒れてたんですね。びっくりしました。はい、急いで桟橋を離脱します。隣のマリナでよかったなと思いましたね。外激荒れでしたよ。これ皆さんも気をつけましょう。最近あの昼からですね、強風が吹く感じですね。これちょっと分かりにくいですけど、むちゃくちゃ荒れてます。東北の風って感じですかね。そうそう、こんな感じですよ、マリーナのこの湾で。びっくりしましたね、これ。はい、戻ってまいりました。
ちょっとこれトレーラーに乗せるのもですね、一苦労な波でしたね。これちょっと入れるの手間取りましたね、手こずりましたね。これはですね、まあそれなりに蒸し暑いんですけども、真夏ってほどではないですね、まだね。しました。まだ2勝利と2勝利。え、そうか。2位川崎君。あの川崎君の2勝利と負けるとは。のっちゃんでは鳴らすみたくなった。あ、そうなんや。あかんな、それは。書いてありました。川崎君はゲストに釣らせる予定だったとのことですが、自分が釣ってしまったこと言ってますね。いやー、今回は本当にサクッと終わりましたね。いやー、皆さん申し訳ない、何にもなかったですね今回。当たりも経費も何にもなく、ネタに困るような、回でしたね。3連戦のですね、1戦目はですね、サクッと惨敗ということでですね、いやー、こうちょっと何も私今コメントする力がありません。次週はですね、大見マリナさんですね、このマリナのですね、トーナメントとなっております。マリナのオーナーの方々ですね、ぜひですね、お越しいただいてですね、私にとっては厳しい琵琶湖でですね、ぜひお手本を見せていただければと思います。ということで、来週大井マリナのカップでですね、お会いしましょう。それではまた、シーアー。